こんばんは。こんばんは。オンライン握手会1日目ありがとうございました。あ、コメントがないと思った。そういうこと。食べれないんですよ。ステーキ弁当は食べてないです。あの、なんだっけ、おしゃべり会、現地のおしゃべり会はね、そう、みんな食べれるんだよね。そう、オンラインはね。こんばんは。明日はオンラインかな。ありがとうございます。昨日は、昨日はパチャドラか。昨日はパチャドラ、皆さんありがとうございました。昨日は久しぶりの尻尾だったんですけど、久しぶりの尻尾で、尻尾で、クリナさんとくるみさんとやったんですけど、そう、ユニットがシャッフルになったので、多分いろんなユニットが見れると思うので、これからぜひパジャドラお待ちしています。パジャドラ、うん、いや、ターンで私が前向くじゃん、ターンで、次クリナさんが多分向くんですよ。で、最後くるみさんがターンでこう前向くときに、なんかもう、なん、客席もう、うわーみたいな。びっくりした。うわーってなってて。そうだね、だってさ、並び的にさ前列だしさ、えぐっちゃんって思うじゃん。でもくるみさんがレイジの尻尾だったので、めっちゃわーってなってた。ファンの方が、この胸の切なさを。そうそうそう、普通ね、えぐっちゃんがさやるってね、思うところなんですけど、ユニットがね、どんどんシャッフルになっていくので、今日何かっていうのが分かんないから、今日誰々が何っていうのはもうね、予想つけないからさ、ユニットたくさん来てほしいなって思います。パジャラも行きたいよ。待ってるよ。
コプンパジャマドライブセンターも沸きましたって。いつかやる時が来るかもしれないですいつかね。全部いいか、ありがとう。明日はディズニーランドで買った耳してオンラインするねっていいな、ディズニーランド行きたい。目がキラだけどカラコンしてる。今外してます。今日は朝が早くて昨日も遅かったので今日は帰りは爆睡してました。そう、まだしていないユニットが純情主義だけなので、純情主義もできたらいいなって思います。マネージャーさんにパジャドラユニットいろいろやりたいですって言ってるので、いろいろやりたいですねいろいろやりたいので、もしかしたらジャンヌの違うポジとかもあるかもしれないしねわかりませんが、だからパチャドラの交番というかポジのやつが送られてくるたびに、なんだろうってドキドキしますシャーク旅行オンラインガチすべかったって。来月のここで申し込みありがとう。ユニバ行きたい。ユニバはね、2回行ったことあるよ。この間修学旅行で行った。3ヶ月前くらい。パジャドラ担当のマネージャーさんっているの。なんか担当、なんかパジャドラなんかは担当っていうマネージャーさんはいないね。なんか日替わり。コロコロ、なんか今日の担当は誰々さんってなんか変わっていく感じですね。22日ここで入るの、ありがとう。あの修学旅行のユニバは時間がなくて、めっちゃあのなんだっけ、多分最初ね、9時とかにユニバに着くはずだったんだけど、もうめっちゃ押しちゃって、多分10時くらいに着いたのかな、なんかもうめっちゃ押して、ユニバに行く時間もめっちゃ押しちゃって、それででも帰りの新幹線があるから終わり時間は変えられないんですよ。だからもうめっちゃ短かったですね。乗ったのはあのフライングダイナソーだけ乗りました楽しかった、フライングダイナソー。めっちゃ怖いけど、なんか一瞬過ぎて、あんな並んだのに一瞬っていうもう一周してほしかったけどね、楽しかった。なんかすごい空を飛んでる感じ、なんかゆうみたいな。ハリーポッター行ってないんですよ。行ってないんです。でもフライングダイナソーって結構人気じゃないですか。だから結構こう並ぶのに時間がかかるって聞いてたんだけど、待ち時間見たらね、なんだっけ、30分くらいで。
結構ね待ち時間が少ないんです。でもめっちゃ失敗をたくさんしたので、なんか制服のネクタイをロッカーの中に入れなきゃいけないのに、それを知らずにそのまんま行って、あ、ネクタイ入れていてくださいって言われて、もう一回入れてまた並び直してっていう、すごい失敗じ、失敗をしたんですよ。なんかこうまずそのロッカーに荷物を入れるまでの大行列があるんですよ。それを突破して、そのロッカーに荷物を入れるところに来て、でロッカーの中に防寒着と何入れたっけ、ポケットの中の荷物とか普通に荷物入れてるバッグとか、全部もう身につけてるもの全部もうロッカーに入れないといけなくて、で入れたんですけど、ネクタイが結局入れ、みんな友達みんな入れ忘れてて、ネクタイ注意されて、それでもう一回ロッカーに、でロッカーに入れたら次はその検査するのに並ばないといけないんですね。それで検査するところまで来たら、ネクタイ外してきてくださいって言われて、もう一回ロッカーに入れてまた検査する列に並び直してみたいなあそこでめっちゃ時間を使った。絶叫系全然大丈夫なんですよ。何でも乗れます。ロッカー書きしました。ロッカー書きした。明日写真撮りますね。明日写真撮って載っける。ロッカー書きバタバタに帰りしました帰って行ってって言われたのでとね、56にした。56で、まあ、心556番がないからさ、56にして、まあ、心にしましたみんな多分一番上の段だった気がする。みんな使ってね。いろいろ落書きしてるので使ってください。ぜひ劇場来た際は。56入れたことある？56なんかお手紙書くときも56番っていつも言ってるんだよね556確かにもうすぐあと4日。ってこと、話的に楽しみすぎるって。待ってるね。ちょっと朝早いけど10時からと11時からだけど、みんな来てください。みんな眠そうな顔しててさ面白かった今日眠いよね。休日の10時って早いのかな。早いよね、まだ寝てるもん。ちょいと早いですが待ってます。
明日のねお洋服はまだ決めてないんです。何にしようかな。予定ない日あまら寝てること多いそうよね。10時微妙よね。10時早起きしてる方はちょっと遅いかもね。うん、早起き。何時起き？でもまあ10時くらい。遅い時は本当にお昼くらいに起きるけど。今年は風邪という風邪をひいてないと思うので風邪ひかないように頑張りますよ。もうインフルの季節は終わったかな。バレンタインの TikTok 面白かった。イグちゃんのねバレンタインの TikTok に載ってるんだけど、カレンデンが振りを知らなくてもずっとこれだけずっとこれだけしてる。あれをあの撮り終わった後にみんなで見て爆笑してました、公演内に。しかもなんかずっとリズムを取りながらなんかこうやってやってて面白かったんで、ぜひみんな見てください。お腹減ってない。明日はまた暑いの。コーペ体強そうだし。でもねあんまりね熱、でもどうなんだろう、最近はあんま熱とかはなってない気がする。しっかりカレンレンに振りを教えたんだけど全然覚えてくれなくて、めっちゃ簡単。20度、明日20度になるの？いいね。イエーイ。
次のココ天は24か。富士ココが初めてだね。楽しみ。配球見たことないです。どんな、あのバレーは華麗の話っていうのはわかるけど、フジゴゴとペアのところがさ何個かあるから楽しみだ。ミラクルサーブって何？ミラクルサーブ？24は当日券で頑張って入るよ。なんだっけ10点取ったやつ、なんだっけそれ。あれだ、バレエね。バレエだ、バレエ、それバレエだ。あの学校のバレエだそれ。そう、ミラクルサーブ起きたんですよね。体育のやつか。懐かしい。ちょっとバレエ、もう今マット運動だからさ、バレエが懐かしいな。バレエです。バレエで、バレエでサーブを打つんだけど、その試合、練習の試合の時に、なんか私がサーブの番で、 10点マッチだったっけ、10点マッチで一気にサーブだけで10点取っちゃって、そう大活躍したんですよ、サーブだけで。なんかそう、練習試合終わった後に、なんかまだ時間があるからもう一試合できるよってなって、なんか何組の女子と何組の女子、なんか先発で6人決めてみたいな。それでなんかその私のクラスの中にバレー部の子がいるんだけど、そのバレー部の子がもう、そのバレー部の子を決めてって、なんかみんなどっちでもいいって感じだったから、もうバレー部の子がじゃあ私決めるねみたいな感じで6人決めてくれたんですよ。それで私はあの6人目に、心はサーブができるからみたいな、サーブなんて言われたっけ、心はサーブだけできるからみたいな。レシーブめっちゃ下手だから、心はサーブだけできるからじゃあ心みたいな感じで一番最後の一人に入れてもらいました。うん、懐かしい、楽しかったバレエ。心はサーブだけできるからじゃあ心みたいな感じで、だけってなんだよって言いましたけど、サーブだけできるからっていう理由で最後の一人に選んでいただいて。サーブ得意なのはバレーだけです。一番後ろのコートのラインから入るよ。なんか入らない子はあのどこからでも打っていいんですよ、コートのどこからでも打っていいけど、なんか体育の先生が、橘はもう一番後ろの線からいけるやろみたいな
で、いや私入らないのちょっと嫌なんで前でやりたいですって言って、いや後ろから行けるとか言って、なんか強制的に後ろの線からやらされてって言ってました。だってさ、入れんかったらなんかマイナスになるからさ、こっちがだから入るのを優先して前からやりたいって言ったんだけど、いや後ろからやれみたいな言われて後ろからやりました。たまに入らない時ある立花って後ろから行けって言われます。なんか体育の若い方の先生がなんか女子の試合を大体審判してくれるんだけど、若い方の先生に立花みたいな、後ろから行け言われますほんで持久走とかシャトルランとかは立花諦めるなって言われました言われてた気がする、言われてた自分諦めるなぁ1年生の時に担当だった先生とちょっと似てるくらい似てる感じの先生です長距離短距離どっちが得意、でもなんか体育では長距離しかやったことないから長距離どっちも得意じゃないけど、シャトルランってさこう何人かこう同時に走るじゃん、だからさ笑っちゃうんだよね、なんか笑っちゃってそれで体力がやられる また3年生になったらシャトルランやらないといけない。シャトルランと体力テスト、このなんだっけこれ長座体前屈、ちょっとこの体が柔らかいかどうかのやつ、あれはねいつも結果がいいんだよね。あの足が短い先生、そうあの足が短い先生です立花って言ってくるのはね、これ言っていいのかな、ちょっとこれ言っていいか分かんないんだけど、なんて言えばいいんだろうね、うん、なんか小学校の時の学童の先生がいて、その学童の先生がこの間公園を見に来ていたんですよ。そう、それでこの間っていうかこの間2回目見に来てたんだけど、1回目の時はもう全然気づかなくて、ファンの方と紛れててね、全然気づかなくてお見送りでなんかうちわを持ってなんかおいみたいな感じで言われて、おおみたいなしかも結構家が近所の学童のなんか小さい頃から知ってる学童の先生なんだけど、おいみたいな言われて、おおって思ってびっくりしたんですよ1回目は。それでこの間2回目も来ました2回目も来て、多分知り合いでこう HKT のファンの方がいるのかな、なんかよくわかんないけどその方と一緒に来ていて、おいみたいな、なんか嬉しいんだけど、嬉しいというより面白くてさ、なんでいるのみたいな、そう
多分その方からうちわを借りてるのかよくわかんないんだけど、うちわを持っておいみたいな言ってましたびっくりしたね。1回目はあのびっくりしてどういうことと思ったんですよ。で2回目この間ここ店かなに来てて、おいみたいな、いつもなんかおいって言われるんだよねおいみたいな、そうびっくりしたっていうか、まあ面白い面白いって話です。なんか名前呼ばずにおいみたいな、いつもおいって言ってくる。でも確かになんか学童の時も名前呼ばれた記憶ないんですよ。いつもなんか人においって言ってるイメージめっちゃ笑ってるけどなんだよね。なんか近所のあのお祭りみたいなのが、今はコロナでないんだけどなくなっちゃってるんだけど、なんか前何年か前にお祭りがあって、近所のそのお祭りでその学童の先生がなんか結構いい位置にいて引っ張ってくれてるんだけど、その時もねすぐもうずっとおいおい言ってるんですよ。おい車来るぞみたいな、すぐおいおいって言うからおいおいしか言ってくれないけど、おいおいの学童の先生が学童の先生がこの間来てくれてっていう。お話し会には来ないです、さすがに。そんなんさ、お話し会で来られてもって感じじゃない？だってさ、別に会おうと思えば会えるんだよ距離的に会おうと思えば会いに行ける。で、小学校行けばおるからね。今おるんかな、わかんないけど。え、今小学校で学童やってんのかな。でも結構私が小学校の時は結構話題の先生でしたね、何々先生って。怒ったらめっちゃ怖いんだよね、声が低いから。めっちゃ怒ったら怖く感じるけど、私はあんま怖いと感じたことはないですね怖く感じるだけ。いつもおい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 って言ってるあと名前呼ばれたことないもん絶対。学童の時もさ、絶対名前呼ばれたことない。いつもねなんかおいか遊びでなんかお前みたいな、またかお前みたいな、なんかお前とかおいとかしかなんかね言わなかった気がする。なんか名前絶対言われたことないと思う、うん、っていうね。学童の先生がいまして、その先生がこの間見に来ていてびっくりしました。多分ね、そう知り合いかなんかお友達か分かんないけどに、多分 HKT のファンの方がいて、その方と一緒に来てた。だから次いつ来るかちょっと、いや本当にいきなり突然来るからもう見つけようとかできなくてさ、もうわかんないんですよ、もう紛れててもうわかんないから、お見送りで知る、いつも。関係者席とかじゃなくても普通に一般で、
HKT のファンなのかよくわかんないけど、結構ノリノリでお見送りもめずっと手振ってる、こうやってHKT のファンなのかはわかりませんが、そういう、いや多分推し、なんか何なんだろうね、好きかどうかも分かんないんだけど、いきなり現れていきなりおらんくなるいきなり現れます、劇場に。いきなり現れていきなり消える先生です。なんかそのお祭りがあって、何年なんか今はないんだけど、お祭りでなんかそのお祭りに参加した子たちは、なんだっけ、なんかお菓子とかの詰め合わせセットみたいなのがもらえて、それを受け取るのがその先生にもらいに行かないといけないですね。それで私がそうお菓子もらいに行ったら、お前にはあげんぞみたいな言われて、え、なんですかみたいな感じで、いつも毎年お前にはあげんぞが恒例でした。なんでですか、お前にあげんぞとかみんなに言ってたねみんなもうね、なんかその先生だよ、なんかね、こうなんか何言ってもそんな怒んないから、みんな言いたい放題言ってで取ってたお菓子を言って取ってましたね。めっちゃ男の子に怒ってたの記憶があるんだよね。あんまり覚えてない。学童もね、2年生の途中くらいまでしか行ってなくて、行ってないからあんま長々学童行ってないんだけど、っていうね、先生が、まあ、次いつ来るのかわからないけど、いつか現れるのを待ちたいと思いますうん、次いつ現れるのかわからないけど、はい、ではランキングを読んでいきます。ギフトから読みます。マッペクッキーありがとうございます。迷子の子さんチョコありがとうございます。カルネスさんクッキーありがとうございます。ハートもありがとうございます。みちろうさんハートありがとうございます。ヒロピーさんハートありがとうございます。クッキーもありがとうございます。ウグケセさんクッキーありがとうございます。カズターカーさんクッキーありがとうございます。カズキチカワイありがとうございます。勝利さんハートありがとうございます。トムトムさんクッキーありがとうございます。ダイ君ハートありがとうございます。忘れてないよさんタコありがとうございます。ヒョンドクさんクッキーありがとうございます。前野くんハートありがとうございます。それではランキング読みます。13位パケさんありがとうございます。12位キョウコノゴロさんありがとうございます。11位チカクさんありがとうございます。10位ヒデさんありがとうございます。9位バウッチさんありがとうございます。8位ムハマロさんありがとうございます。7位ただの魚さんありがとうございます。6位ウッチーさんありがとうございます。5位アナクマイチローさんありがとうございます。4位 MJ ジュヤさんありがとうございます。3位カズキッチありがとうございます。2位マイノくんありがとうございます。1位ヤスさんありがとうございました。では明日もオンラインあるのでよろしくお願いします。カメリアタイムもよろしくお願いします。ではバイバーイ。